こんにちは、週末クリエイターの岡美です。夏休みもね、残り少なくなってきて、結構日々今ちょうどMV の編集が1個仕掛かってるものがあって、だいたいこの休み明けぐらいのところを目指して納品しようとしてるんで、まあドタバタ編集作業をやってますが、かなり外も暑いんでね、なかなか撮影にも出かけられない状態かもしれないですけど、先日アップしたそのフォーカルレデューサーのお話が結構まあマニアックネタでざっとやっちゃった感じはあったんですけど、まあリアクションも何件かいただきまして、自分的にもねかなり面白かったんで、もうちょっと掘り下げてやってみようかなと思っているところですけども、画角がねなんかサクッとこう 1.6 倍クロップじゃないともう蹴られちゃって話にならないなっていう瞬間的に判断してしまったんで、スパッとそこでやめちゃったんですけど、ちょっとよくよく思い直して、確かにその質問いただいた方の、R5 持ってる方はわかると思うんですけどね、その ISO 感度が高くなっちゃった時のノイズの出方が割と顕著なんですよね。で、高画素機で非常に綺麗な写りするんですけど、まあ暗所に弱いと。なのでその暗所に弱いところをフォーカルレデューサーで補えたらいいなっていう発想は確かになと。で、あとクロップしてもかなり R5 で綺麗なんですよ。で、最近私も RF の70-200 F ニッパーを導入したっていうお話をレンズ一覧の動画でね上げたと思うんですけど、70-200をお散歩に持って出かけるとなぜか鳥が撮りたくなるんですね。で、70-200で鳥はねなかなか撮れないですよ。やっぱりもっと多分100-500とか超望遠域じゃないとなかなか逃げちゃうんでね、撮れないってとこあるんですけど、それを補うのに、まあ、200mm の望遠端でかつ 1.6 倍クロップをかけるとそこそこ寄れる、結構こんな綺麗な写真が撮れたりしますけども、なので、R5 では結構 1.6 倍クロップって私もちょこちょこ使っていて、確かにそれもおっしゃる通りで、これユーザーの皆さんはわかると思うんですけど、結構綺麗なんですよね。 1.6 倍クロップしてもかなり綺麗っていうのが、まあ、R5 の素晴らしいところで、私 R6 も 1.6 倍クロップで運用したことがあって、これなんでそれやったかっていうと、 RF の 35mm F1.8STM のレンズを使って動画も写真もお散歩カメラとして使いたい、もう1本のレンズだけで済ませたいっていうのを試しにやってた時期があって、で、これ動画だと 35mm ぐらいが嬉しいんで、まあ、35mm にしておいて、写真だと 50mm の画角が結構好きなんで、写真の時だけ 1.6 倍クロップかけて、写真と動画を切り替えて、そうやってクロップサイズが違う感じで、クロップとフルサイズとで、切り替えて使うっていうやり方をしてましたが、R6 はね、やっぱ結構、多分スマホで使う分、スマホで見る分には、全然大丈夫だと思います。大丈夫だと思うんですけど、現像するときってこういう大きい、ね、画面でやるじゃないですか。で、現像したときの、汚さっていうか、やっぱ画素数がかなり絞られちゃってるんで、画素が荒いって言ったりですかね、解像感が失われてる感じがあって、だからちょっとね、残念だなと思っちゃうんですね。R6 でクロップしちゃうと。なので、まあ、R6 でクロップっていうのはもうやらなくなっちゃいましたけど、R5 はもうクロップしてもすごく綺麗なんで、今もそうやって撮影したりしてます。まあ、ということで、今これちょっとまたテストやり始めてたんですけど、 RF の純正のねマウントアダプターつけてますけど、ここを 0.71 倍にした時の、まあ、画角の本質的な違い、これまあ固定して撮らないとちょっと正確な画角の比較にならないんで、もう一回やってみようかなと。なんか蹴られちゃったんでスパッてそこでやめちゃったんですけど、さっきちょっともう一回付け直してみてたら、1.6 倍クロップした時に純正の RF マウントアダプターよりも若干画角が広いような気がしました。ちょっと正確に置いてみないと分かんないんで、三脚にね立ててみて撮って実際の画角比べたいと思いますけど、まあそれだとすると 1.6 倍クロップよりも少し広めに撮れてるっていうメリットがあるのと、明るさもね、なんか一段分はないかもしれないですけど、若干明るいようなその露出のところのメーター見てると、ISO 感度とか絞りとかシャッタースピードを全部固定して、マウントアダプターだけ入れ替えてスイッチして入れ替えて撮った時に、まあ露出のメーターが若干明るい方に触れてるように見えるので、わかんないです。ちょっと手持ちでやって場所がちょっとずれただけでもね、露出のメーター変わっちゃうんで、これもやっぱ固定撮りして、しかもこう今みたいに外光が入らない環境にして、室内照明だけで
一定の照明で撮ってどうなるかっていうのを見てみたいと思ってるんで、またそれができたら、だいぶマニアックネタになるんで、フォーカルレデューサーネタとしては多分最後じゃないかなと思いますが、R5 で使うようなちょっとイレギュラーな使い方をね、最後になると思うんですけど、まあそこまでやってみようかなと思ってます。というのが前置きで、今日は何の話かっていうと、ZV-E10 の話をしたいなと思います。で、前も話した通り、ZV-1 を持ってて、かなり愛用してました。で、最初は Vlog 機としてすごく愛用してて、その前って RX100M7 買ってたんですよね。で、あれは、F ニッパまでしか行かなかったんじゃないかな。で、Vlog カム ZV-1 になってから F1.8 まで開放が行くようになったと思うんですよね。で、開放 F 値が上がったんで、やったと思って買い替えたっていうのがありましたけど、そう、確か手ブレ補正がやっぱりソニーは結構弱いんで、思ったより手ブレ補正効かねえなと思って、やめたっていうのがありましたね。で、DJI Osmo Pocket っていう、いわゆる1ですね。初代のやつは愛用してて、まあ2代目を今使っています。でね、DJI Pocket 2使ってますけど、これめちゃくちゃ愛用してるんですけど、まあ Vlog 的にはそれでこと足りてるんで、その後は ZV-1 はこの手元撮影用の、よくこう手元で開封動画撮るときに上から撮ってるカメラとして使ってたんですけど、これもまあ常設して便利は便利だったんですけど、なんかそのためだけに ZV-1 ってもったいないなと、で割と高値で売れるうちに売っちゃおうかなっていうことで売ってしまったっていうのがことの顛末ですね。で、今直上のカメラも、まあ、別に分けて撮りゃいいやっていうことで、C70 で撮ったりとか、 C70 を撮りたい、直上から C70 を撮りたいっていう時はもうこの R5 を上につけて撮るっていう感じにしてますね。まあちょっとめんどくさいんですけど、それをやっています。 ZV-1 の何が一番気に入ってたかっていうと、マイクですね。これはソニーにあってキャノンにないものっていう動画をなんか喋りでね撮ろうかなと思って、すごいシンプルな内容になると思いますけど、それとつながるところでもあるんですけど、ソニーのやっぱり ZV-1 のマイクは特殊な構造してましたが、めちゃくちゃ良かったですね。で、マイクね、もういろんなのを試してて、だいたい映像をやる人ってカメラいろんなの試し、で、レンズにはまり、レンズ沼って言いますもんね。レンズめちゃくちゃ試し、で、なんかカラコレやったり、カラグレやったりして、音声にもはまる。で、マイク沼にはまるっていうコースは、皆さん、多くの人がハマってる沼なんじゃないかと思うんですけど、まあ、私もそれに漏れなくハマっておりまして、マイクもねもう多数検討してて、最初は、ロードビデオマイクロかな、ちょっとずつ見せましょうか。 DAT-D4 デュオっていう MK200 ね、 H6 につけるタイプのショットガンマイク、ロードビデオマイクロ、これがもう一番最初に買った2000円ぐらいですかね。めちゃくちゃ安いんですけど、やっぱロードこうマイク界のユニクロって言われてるぐらいあって、コスパのいいマイクが多いですもんね。これはもう最初のマイクとしておすすめですけど、映像本気でやろうかなと思って買った最初のマイクはこれだったと思うんですね。オーディオテクニカのオンカメラマイクだったりとか、オーディオテクニカのこのこれ IC レコーダー用のマイクだと思うんですけど、これをこう R5 の横にこうやって挿して使うっていうやり方だったりとか、これはDJI の標準の、Osmo Pocket 自体に発売されたマイク、モノラルマイクなんですけど、これも結構性能いいんですよね。で、これを、まあ、同じようにこの R5 に横に直挿しして使ったりとかやりましたし、これ今はもう使ってないですけど、ロードワイヤレス号初代、2人で喋る機会が多かったんで、まあ、2人分っていうことでこの2セット買って、専用の分岐したケーブルを使って、まあ、収録するっていうタイプのやり方したり、ホリーランドのラーク150っていうね、これは1セットで、2本マイクが入ってるっていうタイプで、ケースが充電器代わりになったりバッテリー込みになってるっていう便利なやつですけど、これトライしてみたりとか、これトライしてる間に出たんです。新しくこのロードワイヤレス号2が出て、今はもうほぼこれですね。このホリーランドラーク150に関してはバッテリーの持ちがやっぱ悪いんで、
まあ、コンパクトならいいし、そのケースが充電器代わりになってるとは面白いんですけど、長時間オンにしておけないっていうことで僕の中でも却下ですね。これは売ると思います売ると思いますが、もうこれ一択に今なってます。ロードワイヤレス GO2 が一択になってるんですけど、まあ最近オンカメラでよく使うのはこの MK200 を使うことが多いですけど、もうちょっと、相手のカメラを向けた相手の音をちゃんと撮りたいっていう場合はロード NTG っていうタイプだったりとか、業務でなんかインタビュー撮影みたいなのを受けた場合っていうのはこの MKE600 っていうやつですね。収録に使ってるのは最近なんかドリキンさんも紹介されてましたけど SM7B っていうのをこのまさに喋ってる音声撮るのに使ってたり、その前にね収録で使ってたのはこのアストンオリジンっていうコンデンサーマイク、この前に収録で使ってたのはロードの今あのウェブ会議用にセッティングしちゃってますけどコンデンサーマイクもう一本ねそっちにありますけど、ロードのコンデンサーマイクも使ってたりしますっていうことで、もうマイクどんだけあんだっていう話なんですまあというぐらいですね、マイクの選定とその音質ってもう悩みどころなんですよね。とてもで実際収録しただけではなくて、その収録の部分でもこんだけマイクの選定幅ってたくさんあるんですけど、収録した後の音声をどう処理するかっていう、まあ、ダヴィンチの中のプラグインだったりとか、あのノイズ処理のプラグインもあればボリュームコントロールするプラグインもあったりするんで、プラグインの話もどっかでしたいなとは思ってるんですけど、まあだいぶまたマニアックになりますしね。今日はそのマイクの話に関連して ZV-1 の話なんですけど、通常このまあ例えばオンカメラで何かこうマイクをしたりとか、まあ本体のマイクだったりとかでこうやって Vlog 撮影をした時に、だいたい調整が難しくなるのって私が喋るじゃないですか。この撮影者が喋ると結構音がでかく入るんですよね、マイクに近いから。で被写体の人はちょっと離れた位置にいるんで、音がすごくちっちゃく入っちゃうんですよっていうのがあるんで、こういうオンカメラのマイクでショットガン式にして相手の音をできるだけ大きく取ってあげるということが必要になりますが、まあそれでも音量バランスそんなに合わないので音量個別に調整したいなっていうことで、こういう DAT、D4、DUO みたいな両側にこれマイクついてるやつですね。結果的には環境音が二重に入っちゃうんで音量調整がむしろ難しくなっちゃって、僕はもうこれ却下しちゃったんですけど、まあ、これ使ってる人もいますね。ものすごく巡り巡って結局このまあピンマイクで2人とも撮るのが一番確実だねっていう結論に至ってるのが現状なんですけど、ピンマイクも結局そのバッテリー気にしなきゃいけないし、セッティングがまあまあめんどくさいですよ。でこの辺になんか当たってたりとかすると音がカサカサ入ったりとかするので、取り扱いに多少難があるっていうのはありますし、まあめんどくさいですよね。であとこうオンカメラで何かこうやって、レシーバーをこのピンマイクに関してもここにロードワイヤレス号のレシーバーをセットしたりするとここ出っ張るじゃないですか。でオンカメラのマイクにしてもこうやって出っ張っちゃうんですよね。で出っ張ると何が良くないかっていうと、ピークデザインのバッグのエブリデイスリングとかもそうなんですけど、カメラバッグにこうやって入れようとした時にマイクが突っかえちゃうんですよね。これありません？皆さんないのかな。私はすごいそれが不便で毎回撮らなきゃいけないからめちゃくちゃめんどくさいんですよ。でもオンカメラマイクって基本的に使いたくないんですよね。もう本体のマイクで何とかしてほしいと思うんですけど、まあ R5 は残念ながらマイクはちょっと非力てか、まあキャノン全般ですね、音声収録が非常に非力なんで、まああと RF レンズが駆動音が大きいっていうところもあって、まあ本体での収録にあんまり適してない、まあなのでこれに行き着いちゃうっていうのはあるんですけど、 ZV-1 に関してはもう本体のマイクの収録能力がめちゃくちゃ高い。で今みたいなこうマイク選定に悩む必要もないし、バッテリーの問題も気にしなくていい。例えばこのショットガンマイクとか使っててもこれバッテリー大丈夫かなって話になるわけですよ。カメラの電源オフと連動するロード NTG ではあるんですけど、そのオンオフが落ち着かない時とかたまにあるんですよね。でそうすると映像を撮ったのに無音っていう恐ろしい地獄のような状態が起きるんですよ。ゼンハイザーの MK600 なんかよく使ってる方いっぱいいると思うんですけど、ここにね炭酸の電池が入れれるんですよね。じゃん、ここに炭酸電池が入りますと。なのでこれ実はここが XLR 端子になっていて、
ファンタム電源を供給しなきゃいけないんですけど、単三電池を入れることによってこのステレオミニプラグでも動作させられるっていう優れものなんですが、電源をオンにしっぱなしにしてね、電池が切れちゃったらどうしようとか、いざ使いたいっていう時に電池がないとかあるかもしれないじゃないですか。そういうやっぱ収録でのトラブルのリスクがどうしても残っちゃうんですよねっていうのがあって、まあ本体だけで完結できるに越したことはないと。しかもさっき言ってたこの前後の音声の収録バランスっていうのができるだけ後処理で整えなくていいようにしたいっていうのがあるんですけど、これまでね、私もいろんなメーカーのカメラを使ってきて、キヤノンの、まあ古いやつから言うと 50D、60D とかからなんですけど、オリンパスペンとか、EP1 かな。で、その後が、結局その後結構空いて、ソニーの α7-3、α6400、XE1 だっけな。XE1、XT1、パナソニック GH5、パナソニック S1H、ブラックマジックのポケットシネマカメラ 4K で、キャノンの R5、R6、C70 っていう、なんかそんな感じのマイクの、カメラの変遷なので、なんかクオリティが恐ろしくいいなと思ったのは S1H、 何回か言ってるんですけど、ただまあ音量バランスはやっぱり本体マイクですごくクオリティ高いのは S1H だったんですけど、この前後で喋った時の音量バランスはもちろん近くの方が大きく入っちゃうんで、バランスはやっぱり悪いなっていう印象。このバランスが唯一、これほぼ調整しなくていいんじゃないと思ったのが ZV-1 だったんですよね。で、カメラにオンカメラでついてる、内蔵されてるマイクなのに、あそこまでのクオリティが出せる。音質はね、そんなに、まあ、めちゃくちゃ音質がいいってことはないんですけど、何よりその手間がない音量調整の。それがね、素晴らしかったなっていう記憶がすごい強くて、まあ Vlog カムとしてもう一回使えるんだったら嬉しいなっていうのはあるんですよね。Vlog カムであんまり使わなくなった最大の理由が、バッテリーの持ちが悪いってことなんですよ。ZV-1 は。でもすんごいちっちゃいバッテリーが入ってて、で、3つか4つぐらい持ち歩いてましたけど、すぐ切れるんで、なんじゃこりゃと。すげえ使いにくいなと思ってたっていうのが当時なんですけど、まあ、α6400 と同じバッテリーサイズだと思うんですね。今度 ZV-E10 に関しては。そうするとバッテリーサイズが、まあ、本当言ったら α7-3 と同じバッテリーサイズにしてほしいぐらいだったんですけど、まあ、本体もでかくなっちゃうんでね。本体サイズ、コンパクトにしようと思ったらあのサイズがいいのかなと思いますが、その α6400 と同じサイズのバッテリーに格上げされるんであれば、録画時間はもうちょっと持つようになるのかなと思っていて、そこが期待大。内蔵マイクは ZV-1 と同じものが搭載されるようなんで、その中のアルゴリズムとかが同じであれば、音量調整とかも結構省けるのかなっていう、これは正直使ってみないと何とも言えないんで、期待ですね。で、かつレンズ交換できるっていう、バッテリーの持ちが長くなる、でレンズ交換ができる、マイクが ZV-1 と同じになるっていうところですね、が僕が期待してるいいポイントですかね。で、一個だけ、まあ、スペック上でちょっと分かんなかったところなんで、もしかしたら乗ってくるのかもしれないですけど、ZV-1 でもう一個、ちょっとだけこう気に入ってた細かいポイントがあって、ND フィルターが電子のね、電子版の ND フィルターがついてたんですよ。で、もちろんオンオフするだけの可変ではなくて、オンオフだけの簡単なものなんですけど、あれがあるだけでね、ND フィルターワークをやらなくていいっていうのがあって、結構僕は気に入ってましたけどね。なんでそこがスペック上はなかったんで、もし外されてるとするとちょっと残念かなっていう感じですね。まあ僕買うとしたら、ボディ単体で買って 35mm の F1.8 という安いレンズを組み合わせて、まあ奥さん用のカメラかつ、まあ我々2人で収録する時の Vlog 用カメラっていう兼用にしちゃうと思いますけどね。まあ、もしくは、レンズキットもそんなに1万円ぐらいしか上がんないんで、レンズキット買っといて 35mm の単焦点1本足すみたいな感じかもしれないです。あとバッテリーを1本予備で買っとくかなっていうぐらいですかね。で、11万か12万ぐらいですかね。まあマップカメラでポイントが結構溜まってるんで、それを使って、まあ10万ジャストとかそんなもんかなっていう気がしますが、
迷ってます。あのマップカメラでカートに入れたり外したりっていういつものやつですね。いつものやつを今繰り返しやってるんで買う可能性が高いんじゃないかなと思います。でやっぱ R5 とか R6 とかってもうカメラとしてもかなり高いんで、もちろんそれの情報発信もしていくんですけど、まあ普通に趣味で買われる方って10万いかないぐらいのカメラでも結構頑張って買うって感じだと思うんですよね。でそれでどこまで撮れるのかっていうのも結構いい情報なのかなと思うんで、自分も使いたいカメラだし、ZV-E10 に関しては今買う可能性が非常に高くなってる。まあ何よりも価格破壊ですよね。すごい価格で出してきたなと思って、ソニーはもう高い、ベラボーに高いっていう印象だったんで、まあ、α6400 ぐらいの値段、要するに10万オーバーで12から15万とか、その辺でレンズありなしとかで出してくるのかなと思ってたんですけど、まあ、標準の価格ですでに10万円をかなり下回ってる。ボディ単体だったら7万ですから、これはなんか買わない手はないんじゃないかなと思いますけどね。ただ、いろいろ省かれてる可能性もありますもんね。その価格に見合うだけスペックが落ちてる可能性もあるんで、そこはなんか買って試したいところかなっていう気はしています。なんか迷ってますっていうのと、なんでその ZV-E10 が気になってるのかっていう、のをお話ししてみました。私自身はさっきカメラの、ね、過去の履歴を羅列したみたいに、もうメーカーにこだわりは正直ないんですよ。メーカーにこだわった方がマウント入れ替えするとレンズも入れ替えになっちゃってすごい出費になるんで、基本的にそんなにね、毎年特価引っ換えメーカー移るつもりはないんですけど、自分がやりたいこと、自分が撮りたい内容とマッチするものが出てくれば、仮にニコンから出てきたらニコンに移るかもしれないし、まあソニーから出てきたらやっぱりキャノンからまた離れてソニーに移るかもしれないんで、そういうなんかずっとソニーとかずっとキャノンとかってこだわりはないんですけど、だからこそいろんなメーカーのものを使ったことあるんで、またソニーのカメラっていうのも一つ使ってみても面白いのかなと思ってたりします。まあ ZV-1 使ってましたしね、普通に。もう一個気になってるカメラとしては、クリエイティブなところで言うとブラックマジックポケットシネマカメラの 6K プロかな。まあ 4K 売っちゃったんですけどね。なんか計らずも C70 と R5 の運用の中で EF レンズを少し導入することになったんで、EF レンズあったら、しかも ND フィルターがついてるって意味では 6K プロもいいんじゃないのとか思い始めているところがあります。まあこの辺はね、実際それ投資したからってペイするかっていうとまた別問題なんで、多分買ったとして ZV-E10 ぐらいまでかなと、当面はそのぐらいかなと思ってますけど、なんかこういうこうカメラこれを買おうと思ってるんだとか、カメラ選定の話、マイク選定の話とか、いろんな機材の話、映像にまつわる機材の話とか写真にまつわる機材の話もたくさんしていけたらなと思っていますので、これまで自分がねこう選定して失敗した話とかも含めてやっていけたらいいなと思ってますんで、まあそういった内容に興味ある方はぜひチャンネル登録していただけたら嬉しいです。今回の動画が良かったら高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。